とりあえず次は殺人鬼でやってみようかな。こいつ優遇されすぎやろ、ほんと。強いよ、普通に。てか、殺人鬼ね、基本的に、アドオンとかね、なくても勝てる。けど、あれ、サバイバーが強くなっとったら無理。殺人鬼はね、トラッパーレイス、ヒルビリーナース、レザーフェイス、マイケル、ドクターハグ、ニセジェイソン、フレディと、あとアマンダ。まあ、マイケル使いたいけどね、今日はね、ロマンプレイってことでこいつにしよう。命取りになりかねない発狂引き起こし、通り道にある全てのものを薙ぎ払うババアのチェーンソー。レザーフェイス。かっけえ、レザーフェイス。てかね、超久々にやるよ。見ての通り。ちょ、みんな赤色やけど大丈夫？レザーフェイス行くよ。レザーフェイスはね、チェーンソーを使って相手を一撃でダウンさせることができる。チェーンソー、映画やったら、チェーンソーを使って走り回っとったの、これチェーンソーを使ったら遅いからね、走るのはね。これジェイソンじゃないよ、こいつ。よし、よいしょ。まだかよ。で、まあ、殺人鬼はこうやってね、これで FPS になるね。全く見てなかったわ。久々にやるけど、あんま覚えてねえ。感覚が。これもう殴るしかないね。そう、ロマンチのロマン。あ、よしよしよし、あ、今チェーンソーやってるんだよ。これはもうよくあるやつ。足はね、基本的にキラーの方が速いから。血の渇望って言って、一定時間追いかけまくってたら足が入ってくる。それで、追いつくんだ。でもこれ追いつかんくね？足速くね？ギリギリ間に合うし、やばいな。でも足速いから。足速いけど大丈夫。これはちょっと厳しいな。
し、うん、もう早速吊るして、とりあえず吊るして、近いところに吊るそばには逃げられるからね。キャンププレイしたくないよね。残念だったな。こいつはもう見にくいっけ、こっち行くっけ。こういった足跡ついてるけ、おるんだろうけど、あ、脇が痛い。お、こういった、おらんな。どっかにおるんじゃないのかな。でも言うても発電機って残り2個なんやね。これ無理やろ。あ、おった。あ、なんで振ったん俺。おいしょい。走って走って、こんな感じ。一撃で、まあ、一撃って言っても、あの、腹抱えとったけど、あの、こんな感じでね、あれできる。よし、はい。とりあえず、おった、もう一人。これで助けに行くんじゃあるねえな。治ったな。ああ、治し、自己し、治療か。待てよ。隠れてないよね。まあいいや、ちょっと無理やろう。
見えねえ見えねえ、あっち見せかけてこっち。もしかしたらこれ勝てるかも。頑張れ頑張れ。ちなみにチェーンソーはね、板をね一撃で破壊できる。普通に壊すよりもこっちの方が早い。あとね、血をねどっかに落としとるんじゃけど、血がないね。まあ、どっか直しおるじゃろうけえね。ああ、まあいいや。あーやべえ、逃げられたか。あーしまった、逃げられた。まあでも2人殺せたから多分もらえる、そこそこプラットポイント。うん、結構もらってるで、ランクね、あ、もういい、ランクね。おー、終わってね。あの赤い点々2個どこい、どっか1個ね行ったらランクが上がって、ランク上がるってことはランクマンの時に強いやつが出てくるってことね。レザーフェイスかわいい。てかエプロン貫通しとるやん足。まあいいや、終わり。